演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、こちら業務スーパーの業務用むつまみを食べたいと思います。これで1キロなんですけど、牛乳パックゼリーとかと比べるとあんまり迫力ないですねっていうのは舐めすぎか。クッキーは舐めすぎで、こんな感じになってます。みつまみか、どんな感じなんだろう。では、通常だと黒蜜とかかけるんでしょうけど、ちょっと用意できなかったのでこのままいただきます。あれ、物足りないかなと思ったけど、これだけでも本当に美味しいですね。そのままパクパクいけちゃいますね、これ。はい、こちら裏側にこういうアレンジレシピとかも書いてるんですけど、もうそのまま食べても本当に美味しかったです。こんなに多いと飽きるかなと思ったんですけど、シロップの甘さもさっぱりしていますし、寒天自体はあっさりとして味がなく、まあ味がないっていうのがいいことなのかどうか分かりませんが、あっさりパクパクと食べることができてとっても美味しかったです。しかも煮つまめの寒天なのでカロリーも低い。これだけこの1キロ全部食べても、まあ、普通はそんなことしないとは思いますが、430キロカロリーですからね。まあ、カロリーだけ気にしても他の部分がオーバーしたら全く意味がないのです、まあっさりといただくことができましたので、こちらの点数とさせていただきます。でもまだもうちょっと物足りないなというわけで、続きましてこちら日光伝統の味あんみつを食べたいと思います。これも業務スーパー商品ですね。これの中、大体この袋の中にただこういうのが入っていて、このあんみつ、あんこ、黒蜜が 3袋ずつ入っていましたね。1袋あたりで食べてるんですけども、見えて分かる通り全部ひとまとめにしてます。では、おー、これも美味しそうだな。いただきます。黒蜜と果物の酸味が入るとまた変化があっていいですね。そのままでも美味しい、混ぜても美味しいって本当にいいですね。やっぱり黒蜜の甘さやあんこの甘さ、フルーツの酸味などが加わっているので、先ほどの蜜豆とはまた違った美味しさがありましたね。でも寒天のプルプル食感はこちらも美味しかったです。甘いのが味の変化を楽しみたい方はこちらの方がいいですね。まあ一気に食べるものではないです。で、こちらは出しておいた話ですよね。こちらの点数とさせていただきます。でもまだちょっと足りないなという、こちらの日光豆缶を食べたいと思います。これも日光なんですね。こちらもこんな風に中に3種その袋は1つずつ入ってますね。まあこの小ささですからね、3つも4つも入ってはいませんね。で、こちらはあんこではなく豆なんですね。ほら、見てもらったら分かるんです。あんごとはまた違ったお皿ですね。というわけで、このお豆さんからいただきます。あれ、これはちょっと思ってたのと違うな。まずいってわけじゃないんだけどな。豆の食感はしっかりあるのですが、思っていたのと違って甘さ控えめで、ちょっとすると野菜系統のちょっと苦味があるというか、苦味でもないかなっていうような、そういう味でしたね。なのでちょっと豆の風味が強すぎて甘いものを想像すると悪目立ちしてしまっているような感じがありますね。なので自分はちょっとさっきのあんみつの方が良かったかなと思います。やっぱりあんこの方がこういうのには合うのかもしれませんね。というわけで、ちょっといまいちな部分がありましたので、こちらの点数とさせていただきます。まあ、終わりたくないなというわけで、こちら寒天くず餅を食べたいと思います。これも和風ですね。中にはこんな風に、まあ、これ白い袋にくず餅、黒蜜、きな粉がたっぷり入っています。さ、これもあんこのあんこと同じで3つずつですね。あ、本来なら切り分けるとか書いてありましたが、でかいわらび餅みたいな感じなのかな。それでは食物繊維もたっぷり取れそうですね。ではいただきます。
わらび餅に比べてちょっと弾力は弱めで、もうちょっと食感欲しかったなと思ってしまいましたね。まあそもそもわらび餅ではないので比べるのは違うのかもしれませんが、黒蜜やきな粉との絡みはとっても良くて美味しかったです。きな粉のねちょっと香ばしさもあって、甘みとはまた違った甘さとはまた違った美味しさがありましたね。でも自分はやっぱり甘みが好きだったかなということで、こちらの点数とさせていただきます。いやー、業務スーパーのプルプルマス、まあ甘味も美味しかったですね。もっといろんな種類出てくれないかな。森林浴木曜日かな、ぴったりは確かに木が入ってますからね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武、演演。